すべての祝福家庭の皆様、こんにちは。私は川久保真希子と申します。最近、勤務世界副会長のヒョンジン様の証を聞きました。その中で特に印象に残っていることについてお伝えしたいと思い、この動画を作りました。その中でというのは、ヒョンジン様が正しく明確な目標を持ちなさいと言われたこと。その時私は突然涙が止まらなくなって、嗚咽して泣いてしまいました。私に新しい目標ができたことの喜びと同時に、何か霊界が喜んでいるような、悲しんでいるような、複雑な感覚が押し寄せてきました。ああ、お母様がご苦労されたこと、本当に大変だったと思いました。お父様の妻としてお支えし、14人のご子女様をお産みになられ、早くにヒョンジン様を亡くされ、ヒョンジン様もどれほど悲しみを胸に秘めた人生であったか理解できたような感覚でした。無論私ごときのこと、心情の深さにおいては足元にも及ばないことを知っています。お母様がいらっしゃらなかったら、私は祝福を受けることができなかったし、しかし不足な私でもわかるのは、お母様は現在の歩みはなぜでしょう。お父様の教えから大きく離れているように思います。恐れ多くも一シック、それも足りないところだらけの私が懇願したいことは、世界から歴史に残る偉大な母として称賛されるべき方と思い、私自身の悔い改めの心で本来の位置に立ち返っていただきたく、心からお願い申し上げます。そして次に、祝福家庭の皆様にはどうか誠のお母様の永遠のことを考えていただきたく思います。最後に、私のこの旅の霊的体験を通じて教えられたことは、恩主を愛することの困難さ、これが当面の私の目標になりました。ありがとうございました。